カビール族の誇りと尊厳を訴え続けている一人の男性がいます。歌手のアイト・メンゲレットさん43歳です。アイトさんはカビリーの象徴とも言われ、世代を超えて多くの支持を得ています。アイトさんが住むイニル・ブアマス村です。毎週金曜日、村では青年団による奉仕活動が行われます。この活動に率先して取り組むアイトさん、実はこの村を取り囲む山も7月5日の山火事で大半が焼けてしまいました。そこで青年団と一緒になって、これ以上被害が広がらないようにと山の下草刈りを行っているのです。アイトさんはここで生まれ育ちました。私の生活の基盤はこの村にあるとアイトさんが言います。アイトさんは村の子供たちを集めてカビール語による歌を教えています。一つの国の中にはさまざまな言葉が存在し、それぞれ尊重されるべきだ。私たちの文化、カビール語の存在も認めてほしい。それがアイトさんの主張です。今、小学校では子どもたちが入学と同時にアラビア語を習います。やがて中学年になるとフランス語の授業が始まります。しかし、カビール語の授業はありません。アイトさんは歌を通して自分たちの言葉、カビール語を受け継いでほしいと考えています。今練習しているのは、カビリーらしさというタイトルのアイトさんの歌です。يتمنى تمر وتقارن راه ونشتاقي نكتف اللاس ايوا كان تنهار ديال الكل مرا ديفا يزمي を復活させるかどうかの話し合いが始まりました。
村の生活に関わるさまざまな問題は長老を交えたジュマーと呼ばれる男たちだけの話し合いの場で決められます。ジュマーでは若い人も老人も平等に発言が認められ、最後は長老が意見をまとめて決めるのがしきたりです。話し合いの結果、自分たちでお金を出し合って基金を作り、泉を元の場所にそのまま復元させることでまとまりました。カビール族の人々の自分たちの文化を見つめ直し、民族の誇りを守りたいというこうした動きは、さまざまなところで広がりを見せ始めようとしています。カビール族にとっての最大の文化は言葉そのものです。それをどのように守り継承していくか、これが今カビール族の人々にとって一番の関心事です。村の青年団が中心になって積極的にカビール語を教える活動が各地に誕生しています。学校の授業では教えられることのないカビール語、カビール語の学習は学校が終わった後村の集会所で行われます。言葉の発音や文法などを系統立てて教えていこうというものです。そのためカビール語の音をそのままローマ字に置き換えて文字に表す試みも行われます。これまで文字を持たなかったカビール族にとっては画期的なことです。
1990年のアラビア語の普及と徹底を目的にした法律は、現在その適用が見合わされています。自分たちはカビール族であって、カビール族以外の何者でもない。自分たちのままでいさせてほしい。人々はいつかその日が来ることを願いながら、民族の心を歌にして訴え続けます。